クロレラは、クロレラ属の淡水性単細胞力草類の総称。クロレラという名前は、ギリシャ語のクロレスと、ラテン語のエリアから合成された名前で、1890年に、オランダの微生物学者、マルティヌス・ベーリンクによって、発見命名された。直径2から10マイクロメートルのほぼ休憩をしており、細胞中にクロロフィルを持つため緑色に見える。 光合成能力が高く、空気中の二酸化炭素、水、太陽光とごく少量の無機質があれば大量に増殖する。アメリカの物理科学、生科学者のメルヴィン・カルビンは、クロレラを用いた光合成の研究により1961年、ノーベル科学賞を受賞した。日本では、1929年に、東北帝国大学教授の柴田和都氏が、 クロレラの純粋分離に成功し、1949年にはアメリカのスポアと GHQ から東京大学教授のタミヤ博士にクロレラの大量培養の養成があり、翌1951年、徳川生物学研究所において屋外大量培養を行い、成功している。乾物としての主な成分は、タンパク質45%、脂質20%、 糖質20%、海分10%。その他に、ビタミン類やミネラル類を含む。タンパク質含量が高いため、未来の食料資源の一つとして、培養や研究が行われた時期もあった。大量培養ができるようになった1960年代以降は、健康食品として販売されているが、免疫能を向上させるなどの効能については、人間に対する。 有効性を示す信頼できる臨床データはまだ不十分である。基礎研究で抗ウイルス、抗ガン、免疫復活、糖尿病予防の各作用が認められるが、人の体内では不明。ただ高血圧と高コレステロール血症、肝機能改善のデータがある。また、過去にアレルギー症状を起こしたという報告もある。クロレラに多く含まれるクロロフィルは分解の過程で、 光過敏症の原因となるフェオフォルバイトを複製するため、日本ではフェオフォルバイト含有量の上限が定められている。またビタミン K が豊富なため、大量に取ると高血液凝固剤ワルファリンの効果を減じる恐れがある。細胞壁が強固なために消化吸収率が悪いなどの指摘もある。京都の消費者団体、京都消費者契約ネットワークが、 薬品のような効能があると誤認する胸の指摘をサンクロレラ販売に対し言った。新聞折込広告などに誤解を招く表示があったとして京都地裁は2015年に景品表示法に基づいて広告の差し止めを命じた。なお1月23日にサンクロレラ販売は京都地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。 2016年2月25日、大阪高裁は差し止めを命じた一審判決を取り消し、請求を棄却した。一審の判決後に問題となった、新聞折り込み広告の配布を中止しているため、差し止めをする必要はないと判断した、としている。光過敏性と関連するフェオホルバイドの生成防止に関する通達がある。ありがとうございます。